ハンブルパイ、ハンブルパイは、イギリスのロックバンド。ハードなライブパフォーマンスでよく知られた。後の形態から見落とされがちであるが、ハンブルパイはもともと、ピーター・フランプトンが中心となって結成された。ザ・ハード時代におけるアイドル路線からの脱皮を図ろうと、考えたフランプトンに、スティーブ・マリオットがスモール・フェイセスへの加入を打診する。他のメンバーの反対で実現しなかったが、 その代わりとして新たなバンド結成を計画したフンプトンにマリオットがグレッグ・リドリーとジェリー・シャーリーを紹介した。ところが偶然マリオットもバンド内の確室からスモール・フェイセスを抜けることになりマリオットもハンブル・パイに加入することになったのである。スモール・フェイセスはマリオットの後任にフランプトンを誘うが当然のごとく断られている。 大きな成功を収めたミュージシャンたちによるハンブルパイの結成はスーパーグループとして大きく期待された。グループはマリオットのエセックス州もアトンのコテージで秘密にレコーディングを始める。彼らはアンドリュー・ルーグ・オールダムのイミディエートレコードと契約しデビューシングルあいつは1969年にリリースイギリスで4位のヒット曲となった。続いてリリースされた アルバム、アズ・セーフ・アズ・イエスタデイ・イズは、スモール・フェイセスを受け継いで発展させた作品として、高く評された。セカンドアルバム、タウンカントリーは1969年にリリースされ、前作に比べよりアコースティックな路線のアルバムとなった。この当時のハンブルパイのコンサートは、エレクトリックセットに続くアコースティックセットが設定され、 あとのバンドの多くがそのスタイルを取り入れるようになった。またこういったスタイルはマリオットのロック志向とフランプトンのポップ志向の接中と言えた。しかし、それはバンドの方針に迷いを与える結果ももたらし、合わせてアコースティック路線はアメリカのファンからはあまり歓迎されなかったと言われる。1970年にイミティエートの経営が破綻し、バンドはエアンド エムレコードへ移籍、マネージメントの体制も変化した。同年にアルバム、大地と海の歌がリリースされ、1971年にはロックオンがリリースされる。それは、プログレッシブロックとブギーロックスタイルが交互に現れたものだった。この頃から、マリオットの持ち味であるソウルフルな歌が全面に押し出され始め、彼らのフィルムアイストでのステージを捉えたパフォーマンス。 ロッキン・ザ・フィルマーは次最高のロックライブアルバムの一つとみなされた。同作収録曲の I Don't Need No Dr. 霊、チャールズのカバーはアメリカの FM 曲で大きなヒットなり、アルバムをバンド最高の商業的成功作へと導いた。しかしながら本作リリース当時、フランプトンは音楽性の相違からバンドを脱退していた後にソロとなって、 大成功を収めることになる。フランプトンの後任として元ベーカールコロシアムのデーブ・クレム・クレムソンが加入し、バンドはマリオットを中心とするブルース・ソウル路線により一層進むこととなる。1972年のスモーキンではホットナスティがヒットし、バンドはツアーを継続していく。1973年の2枚組、イート・イットは3面がリズム ブルースのカバーやオリジナルを収めたスタジオ作品、一面はライブが収録された。同年にイートイットのメンバー、スティーリー・ダンのバックも務めた黒人女性コーラスグループ、ブラックベリーズを含むで来日。不運にもベック・ボカートアピスと時期が重なったため、話題をさらわれてしまった。この頃から絶え間ないツアー活動により、バンドが疲弊。年の グッバイパイツアーの後に解散した。1980年にマリオットは、シャーリーと共に、ギターに、ボブ・テンチ、ベースに、アンソニー、スーティ・ジョーンズを加え、ハンブルパイを再結成する。再結成ハンブルパイは2枚アルバムをリリースしたが、間もなく解散した。この後、バンド名義の使用権を得たシャーリーは、ファストウェイ脱退後の1980年代後半。 チャーリー・ヒューン等を伴って、たびたび、ハンブルパイ名義の場所で活動していた。1991年にマリオットとフランプトンが、再び協力を始める。ハンブルパイの再結成が期待されたが、実現する前にマリオットが消失し、再結成は実現しなかった。2001年のスティーブ・マリオットメモリアルコンサートにて一時的な再結成を果たす。 この時のメンバーは、ピーター・フランプトン、ギター、グレック・リドリー、ベース、ジェリー・シャーリー、ドラムスのオリジナルメンバーに加えて、フランプトンの後任であったクレム・クレムソン、ギター、ホーデー・クリープ、ナチュラル・ボーン・ブギー、ハレルヤ、シャイン・オン、アイドント・ニード・ノー・ドクターの5曲を演奏した。2002年にアルバム、バック・オントラック発表。この時のメンバーは、グレッリドリー、 ベース、ジェリー・シャーリー、ドラムスのオリジナルメンバーに加えて、再結成時メンバーのボブ・テンチ、ギターそしてテーブ・コルウェル、ギター。2003年に、グレッグ・リドリーが死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。